章の器は、中華民国、中華人民共和国の政治家、ジャーナリスト、銀行家、経済学者。章解析を批判した文化人として著名で、後の七君子事件で逮捕された人物の一人である。中国民主建国会結成に加わり、中華人民共和国でも政治家として活動したが、反ウハ運動や文化大革命で迫害にあった。 救命は、共振の家庭に生まれる。1913年、石膏省立公主商業学校で学び、1918年に卒業した。卒業後、石膏地方実業銀行に練習生として採用され、公衆上海で勤務する。その後、銀行の総理、リメイラに能力を評価され、営業部主任にまで出世した。 1927年の上海空出た後、章の器は、同年冬に、新評論半月間を創刊した。章はこの中で、章解析の統治姿勢を批判し、孫文の本来の学説、主張に戻れと唱える。その激しい批判姿勢のゆえに、間もなく、中国国民党により廃刊に追い込まれてしまった。1932年、上海で、中国人による、 国内初の信用調査機関、中国進む新書を創設している。また、経済学者としても、各種著書、論文を執筆し、1935年に上海、光科大学、国行大学で、中国財政、国際金融などの講座を開いた。満州事変勃発後から、省の器は、公日の主張を展開し、さらに、小解析の、 場外案内政策を激しく批判していた。1934年4月、昭は、総敬礼、何工業らと、中国人民対日作戦基本考領を発表し、中華民族武装自衛委員会を共同で、発起している。翌年12月には、陳人志樹、スー・等ウ・フン、らと上海で、上海文化界嗅国運動宣言を発表し、 上海文化嗅国会を組織した。1936年1月、上海各界嗅国連合会が結成されると、省は、常務委員となる。同年7月には、省の器、陳一指樹、スー・トウ・フン、の4人で、団結を侮りに関するいくつかの条件と、最低限の要求を発表し、国民党と中国共産党の双方に向けて、 自らの政治姿勢を改め共同で抗日に向かうよう呼びかけた。共産党、毛沢東はこれに肯定的な評価を表明したが、国民党、蒋介石は、むしろ強硬な弾圧を図るようになる。ついに同年11月23日、小、陳、数に加え、立候白木、大作り寺、砂地里、資料は、国民党により逮捕され、 蘇州のチャンス高等法院監視所に収監された、いわゆる、七君子事件である。この逮捕には、世論が激しく反発したが、将来はあくまでも裁判により判決を下そうと、目論だ。しかし、露甲橋事件による、日中戦争勃発を経た1937年7月31日に、ついに世論の非難に行しきれなくなった、国民党により、 七人は釈放されている。1938年春、章の器は暗記省政府主席理想人に招聘され、省政府秘書長や省政府財政庁長に起用された。昭は短期間で後期粛清、財務整理に優れた成績を上げ、日本軍と対峙する相モへの広報支援をなしている。翌年夏、昭は重慶に赴き、 非国民党人士による連合組織である統一建国同士会の結成に参加した。しかし、1941年4月に結ばれた日ソ中立条約に対する評価をめぐり、章の器は中国の主権を信頼する内容であると批判したが、旧国会の他の指導者は批判を加えようとしなかったため、失望した章は旧国会を脱退している。 抗日宣伝の一方で、上川企業講師を創設したほか、上海戦川は交渉連合会執行委員、常務委員、中国工業研究所所長などを務め、実業界の活動にも従事した。1945年に日中戦争が終結すると、省の器は、紀元土河裏と中国民主権国会を結成し、 正式に成立した12月に常務理事に選出された。1946年1月の政治協商会議には、溜み立ての合法的地位を紹介席が認めなかったために、省は中国民主同盟の顧問として参加した。この頃から国境内潜水心に反対する非国民党人士への国民党特務による白色テロが相次ぎ、 省もまた襲撃されている。国境内戦が進展する中、省の器は、上海、香港と移って、藩内戦の言論を展開し、次第に共産党によるようになっていった。1949年2月、省は、北平入り医師、共産党政権への参加を確定する。6月15日には、民立を代表して、新政治協商会議準備会議に出席し、 9月下旬に第1回の中国人民政治協商会議に参加した。中華人民共和国建国後は、政務院政務委員、財業委員会委員、政治協商会議全国委員会常務委員などを歴任した。1952年8月に両職部が成立すると、初代部長に任命され、1954年には、 全国人民代表大会代表にも選出されている。省は、洋食部長として、食料調達や、物価調整に拉腕を発揮し、中華人民共和国初期の建設に、大いに貢献した。しかし、1957年に、反右派運動が始まると、それまでの言論を咎められる形で省の器も、右派分子に認定され、洋食部長など、 白色から罷免された。以後、環挙していたが、1966年の文化大革命でも再び批判、迫害を被っている。1975年、当昌平の再調査により、昌への右派認定は取り消された。1977年5月13日、北京にて死去、去年81。 1980年6月、章の器への派認定そのものが冤罪であったと認められ、完全な名誉回復がなった。ありがとうございます。